3年で韓国覚えましたか。あ、私の多分自己紹介見てくれれば大体全部出てるんだけどね。今は4年目です。今毎日話す環境になるまで、私毎日話す環境になるまでね、私は2014年に3ヶ月語学学校行ってきて、で帰ってきたんだけど、私は実家暮らしだったから、実家にいたらもう何年もね、外国も使わないし韓国語も使わないから、これダメだわと思って、すぐお金貯めて一人暮らしをしながら し始めた。本当に3日後ぐらいに韓国人だけ働いてるような韓国料理屋さんに入って、そっからもう2000とか2015年の3月4月ぐらいから今までずっと韓国語しかほとんど使ってない。大体私朝から夜までずっとバイトしてたから、一日中もう韓国人と一緒にいたし、で休み何かあってもなんか何遊びに行くのとかは韓国人が多かったりしたから、もう韓国語しか使ってなかったかな。あとその何で一人暮らし始めて次に引っ越したところも大家さんが韓国人だったから、韓国料理屋さん辞めてもその大家さんが結構なんかいろいろやってくれて、どっか連れてってくれたりとかしたから、もうその時も韓国語しか使ってなかったし、それからまたこの放送を始めたから韓国語をもっと使うようになったみたいな感じ。だからもうずっとこの3年間ぐらいずっと韓国語しかほぼ使ってないかった。韓国語勉強してる4ヶ月ぐらいですけど、やっとスラスラ読めるようになったぐらいで、単語を全然知らないか意味なんて全然わかんない。聞き取りはひたすら聞く方がいいんですか。つづり몰라도일본말한국말도계속들어야조금조금씩알아듣게돼요。그것도신기하게뭐제처음에는아이런거이미있나했는데어느날갑자기어혹시이거이런뜻인가뭐이렇게알아듣게돼진짜로。だからずっと聞いてるだけだと意味がないけど、ちょっとずつそれでも自分では勉強はしていくじゃん。で、例えばリンゴっていう単語が分かんなかったら、私はっていう単語も知ってて、昨日っていう単語も知ってて、食べたっていう単語ももし勉強して知ってたら、私は昨日サーガってなんだろうを食べたってことは、サーガって多分食べ物なんだっていう、なんかどんどんそういう連想ゲームみたいにして、でサーガってなんだろうって思ってたら、なんかこう何くっついてくるっていうか、うん、でもね、英語は難しいかも。なんかずっと聞いてるだけだったら勉強ちょっとしないと、なんか英語는잘모르겠다。英語는듣고있어도말이전혀다르잖아。일본어랑한국이었으면약속라는말이약속이랑좀비슷하니까어지금한국말을약속이라고일본말을하는것같은데왜이렇게발음이비슷하지이렇게하고연결을칠수가있고뭐지문법적으로도비슷하니까그렇게할수도있는데전혀다르잖아그영어는그래서그건될지는모르겠다나는